本当の自分を映し出すのは写真？それとも鏡？鏡に映った自分の方が綺麗に見えることもあれば、写真の方がいいこともあります。でも、鏡や写真に映った顔って結構違いますよね。どちらが嘘をついているのでしょう？鏡？それともカメラ？では一緒に検証していきましょう。でも始める前に、私たちのチャンネル登録と通知をオンにするのを忘れなく。新しい動画がアップされた時、いつでも真っ先にチェックできますよ。あなたは気づいていないかもしれませんが、写真であろうと鏡であろうと、自分の容姿をどう捉えるかは心理学的側面が重要な役割を果たしています。簡単に言えば、鏡を見るのは私たちが自分の家など自由気ままにいられる環境にいる時が多いですよね。ノーメイクで髪も溶かさず、見た目はナチュラルそのもの、本当の自分です。でも写真となるともっと緊張し、即興でよそ行きの表情を作ったかのように見えます。私たちはみんな綺麗に写真に写ろうとしますし、ソーシャルメディアでシェアできるように完璧な写真にしようと必死です。ですから、パーティーに繰り出す前に鏡を覗き込むと、超美人さんが写るのに、翌日パーティー会場の写真を見てみると、全く違う顔の自分を見て愕然とするのです。もしあなたにもそんな経験がありましたら、高評価ボタンで教えてくださいね。この解決法は、もしかするとカメラにもっとナチュラルに映るように、ありのままの自分自身でいることかもしれません。結局のところ、撮られる瞬間が全てなのです。もう一つ重要な要素は角度です。ご存知の通り、誰の顔も左右対称ではありません。もちろん個人差はありますが、完璧に左右対称の顔をした人は非常に稀です。そしてこれこそが私たちが困惑する原因なのです。毎朝鏡で自分を見るとき、私たちはいつも同じ場所に立ち、同じ角度から見る自分の顔に慣れています。でも写真となると、あなたはどのように、いつ、どの方向から写真を撮られるのか知らされるわけではありません。そして最終的に撮られた写真を見ると、あなたの顔は別人のように写っていて、しかも自分の顔に満足がいかなかったりします。もしそれが嫌なら、自分にとってのパーフェクトな角度を割り出し、写真を撮られる時にはいつもその角度を向けるようにしましょう。それとも逆に、自分が綺麗に写らない角度を研究し、写真にポーズする時にはその角度にならないようにしましょう。自分の顔の作りとチャームポイントと、そうでないポイントを把握するようにしましょう。自分がどうすれば綺麗に写るのか分かれば、写真もそんな大きな問題ではなくなります。写真ではホワイトバランスも容姿に影響を及ぼします。どのタイプの照明もそれぞれ温度が違います。でも私たちが鏡を見るときには、その温度の多様性なんて全く考えたことないですよね。それでも私たちの脳の作用により、微妙な違いも自動的に一様に見え、私たちが見慣れている顔色として捉えます。一方、写真は補正や温度変化も含め、照明をその通りに再現します。プロのカメラマンは照明が撮影のポイントとなることをよく理解しています。鏡で自分を見るときは、大した照明でなくても脳の作用で自分の顔に様々な色を塗ったり、あちこちに影を投じたりして、いつもの自分を見ることができます。カメラはそこへ来ると、こんな感じに私たちを手助けしてくれず、客観的な照明で私たちを映し出すのです。ですから、自分の写真を見て納得がいかなければ照明を責めるべきでしょうね。容姿の一点に焦点を当ててしまうことも、鏡と写真の写りの違いに影響を与えます。鏡を毎回見るたびごとに、私たちは大抵写った姿の特定の部分に焦点を当て、全体像は見ません。私たちは唇、鼻、眉毛、
肩などに注目しても、これらの細部がいかに全体の容姿を形作っているのかを分析していないのです。しかし写真を見てみると、すぐに全体像が一目でわかり、以前は大して気にかけていなかったことにも気づくことになります。姿勢が悪かったり、手の位置が変だったりで、鏡で見た時には気づかなかったこと、すべてが気になりだします。オンライン上でうまくポーズを取るチュートリアルがたくさん出ていますし、たくさんの写真を撮ってみて、どのポーズがあなたに一番似合うかを研究してみても良いでしょう。これでカメラの前でも自信を持てますね。そして最後に、鏡の左右逆転が私たちを最も混乱させていることにも言及しておきましょう。鏡に映った姿は左右反対なのですが、それを私たちは自分の容姿と捉えており、鏡に惑わされているのです。一方、写真は他の人が私たちを見ている姿を映し出します。そのため、鏡と写真の写り方の違いに驚くことになるのです。とはいえ、写真にも前の項目で話した通り欠点があります。ということで、実際に私たちの真の姿を写すのならどちらなのでしょうか。写真、それとも鏡。自分の姿を鏡でチェックするのが好きだという方、ごめんなさい。写真だけが私たちの正確な姿を映し出すと言えます。でも、あなたがフォトジェニックでなくても心配ご無用ですよ。多分あなたはいつもタイミングの悪い時やストレスを感じている時、睡眠不足の時に写真を撮られていたのかもしれません。それともお腹を引っ込める時間がなかったとか。平均的なルックスでも写真写りは最高にいいなんて人、あなたも何人かご存知なんじゃないですか。これは単に彼らがどう写真に撮られればよいのかよく把握しているからなんですよ。すべては練習です。恐れずにたくさんの写真を撮ってみてください。写真を見ているだけでも、どんな角度やポーズが自分に合っていて、どんなところを強調したら良いのかが分かってきますよ。あなた自身とあなたの容姿をよく知り尽くせば、どんな一枚も完璧に決まることでしょう。あなたはどうですか？鏡に映る自分と写真の自分のどちらが好きですか？下のコメント欄で教えてくださいね。あなたの友達と家族にもぜひこの動画をシェアして、みんなでフォトジェニックになりましょう。そして高評価ボタンのクリックもお願いします。いつでも人生のブライトサイドを満喫しましょう。それではまた。